それでは怒らせ方中級編に進みたいと思います。ここからは実演の VTR を見ながら怒らせ方を学んでいきましょう。お前さ、そういうミスばっかりしてると次のプロジェクトを任せらんないよ。すいません、でも次は頑張りますんでやらせてください。お願いします。いや、そうは言うけどな。いや、でも本当次こそ本当に頑張りますんでチャンスください。お願いします。お前はな、細かいミスが多いんだよな。分かってます、分かってますけど本当に本当に頑張りますんでお願いします。よし、じゃあもう一回だけやってみるか。これは会社の上司が部下に仕事を任せようか迷っているケースですね。ところで教授、こういった場合はどのような怒らせ方があるのでしょうか。こういった場合に有効なのはウィスパーですね。ウィスパー、はい。ウィスパーの意味はご存知ですか。あ、はい、はっきりした声ではなくてこうささやくような感じのことですか。その通りです、はい。例えば普段心の中に思っていてもですね、言葉に出せないっていうことがあるじゃないですか、はい。それをささやくことによってですね、相手を怒らせることができるんですよ。なるほど。それではこのウィスパーを使ってもう一度その VTR を見てみましょう。お前さ、そういうミスばっかりしてると次のプロジェクト任せらんないんだけど。すいません、でも次は頑張りますんでやらせてください。お願いします。そうはいいけど。おい、何か言ったか。何も言ってないです。本当に頑張りますんで。本当にミスが多いんだよな。すいません、絶対次こそちゃんとやりますんでお願いします。本当俺ばっかりなきゃいけないのに。おい、何か言ってんだろお前。俺に言ってんのか、ブツ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 。いや、何も言ってないです、本当に。お前は。すいません、本当頑張りますんでお願いします。今ムカつくって言ったな、お前。俺に言ってんのか、おい。お前が一番ミスしてるっつうの。おい、他のやつだってミスしてんのに。なんで俺ばっかり。何？お前のミスだよ。くそ。おい、聞いてんの？お前ふざけてんの？何言ってんだよ、お前、おい。俺に言ってんのかそれ。人としてどうだっつんだ本当に。お前はなんだお前。何？超ムカつくよ。おい、聞いてんのか。なんだその態度お前。俺ちゃんとやってる。おい、ムカつくな。聞いてんのかよ。超ムカつくよ本当に。お前なんだ。お前何？俺に言ってんのそれ。おい。すいません、三井商事の上田と申しますが。いつもお世話になっております。川村本部長はいらっしゃいますか。あ、すいません、今川村はですねちょっと出ておりまして、私でよろしければご用件をお伺いしますか。お願いできますか。はい、ですね、ちょっと見積書の方私計算間違ってまして。あ、見積ですか。最初からやり直さなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。その件で伺ったんですけども。わかりました、お伝えいただけますか。はい、ではですね、川村戻り次第私の方から伝えておきますので。お願いします。これは取引先が会社に訪ねてきたケースですね。教授、このようなケースでは一体どんな怒らせ方があるのでしょうか。そうですね、この場合はまあいろいろなことが考えられるんですけれど、今回は、外見状態プラスダッシュを使ってみましょう。外見状態プラスダッシュ、はい。相手の外見や状態にですね、ダッシュという言葉を付け加えることによって、まあ相手を怒らせることができるんですよ。これは相手のセリフに関係なくいろんな場合で使える、方法なんですけれどもね。なるほど。それでは外見状態プラスダッシュを使ってもう一度 VTR を見てみましょう。はじめまして、三井商事の上田と申します。上田だし、スーツだし、靴茶色だし。いや、川村本部長は。川村本部長に会いたがってるし、手このまま固まってるし。用があって川村本部長に会いに来たんだけど。なんかずっとこんなになってるし。いや、急いでるんだけど。急いでるんだけどとか言ってるし。なんか君誰、ここの人。ここの人だし。じゃあ川村本部長出してよ。指さしてるし、困ってるし、一歩下がったし、黙ってるし。え、川村本部長ずっと手このまま固まってるし、なんか顔黒いし、ツーブロックだし、なんかできる風だし、困ってるし。とか川村本部長に会いに来たんだけど。
急いでるんだけど。こんなことまたやってるし、カバンパンパンだし。他の人いないの？誰か指さしてるし、キョロキョロしてるし。川村本部長いないの？川村本部長いないのだし。お前誰？お前誰だし。ここの人？ここの人だし。じゃあ川村本部長に出せって言ってんの？指さしてるし、怒ってるし。急いでるんだよ。ちょっと怖いし。何？ちょっと口半開きだし。いや、ちょっと川村本部長に用があって来たんだけど。怒ってるし。それ怒るよ。怖いし。何あんた、川村本部長いないのね？川村本部長いないのねだし。いや、いるのいないの？固まってるし。いるのいないの？いるのいないのだし。なんか困ってるし。じゃあもういいや。もういいやだし。もういいや。帰ろうとしてるし。変な人。変じゃないし。何あんた。お前の方が変だし。誰？帰ろうとしてるし。じゃあね、もういいや。もう帰っちゃうし。おはようございます。おはようございます。お元気でした？はい。そうですか、うん、今日はようやく晴れたから天気がいいんで。そうです ね洗濯も干せるわ。そうですよ、うん、今日はもう布団もバッチリね。そうですね、今日は忙しくなるわね。そうですね、うん、掃除機もかけなくちゃなんないから。これはご近所さんと世間話をしているケースですが、教授、このような場面では一体どんな怒らせ方があるのでしょうか？ね、この場合有効なのは接近ですね。接近、はい。人にはですね、それぞれパーソナルスペースというのがありまして、例えば今ここでこうやって座っている浅野さんと私の距離ですね、はい、あとは夫婦の距離、恋人の距離などっていうのがあるんですけれど、不必要にですね相手に近づくことによってですね、相手を苛立たせる、まあ、怒らせるやり方ですね。なるほど。それではその接近を使ってもう一度 VTR を見てみましょう。あら、おはようございます。おはようございます。しばらくでした ね、どうも。今日は、ね、いい天気でよかったわね。そうです ねようやく洗濯物干せるわ。本当ね、お布団もお宅いっぱい干してありましたね。そうよ、お宅だってうちより人数が多いんだから。そうなんですよ。大変だったでしょ。干し場が狭いですね。そうでしょ、芝っていうよりさ、受験でしょ。そうよ、本当大変ですよね。いや、そうよ、だってうちよりお宅の方が大変よ。3人もいるんだもの。そうなんですよ ねうちは1人だからさ、なんとかなるけど。ちょっと近すぎません？ごめんなさい。でもね、これ世の中がちょっとね、いろいろ暗い時期があるからもね。いろいろなことあるけどさ、やっぱり家族は家族の中でさ、なんとかしていかなくちゃなんないじゃない？大変よね。でもやっぱり、お母さんやお父さんが一生懸命やった姿。ちょっとごめんなさい、近すぎてすいません。そう、だけどやっぱりお母さんお父さんが頑張ることで子供は変わってくるわよ。ね、わかります。そのためにもさ、やっぱり頑張りましょうよ、お互いに ね。あ、それからこの間のほら水浸しのこと知ってる？マンションの前すごい水だったの。水はけが悪いんだもん、あそこ。市役所に加藤さんなんか申し込んで、あの苦情行ってきたみたいだよ。そうですか、ありがとうございます。ね、天気がね悪いとさ、いつになっても乾かないじゃない？あ、そうですよね、水は怖いですからね。乾いてもらわないと困るからさ、やっぱり陳情に行ってきましょうよ。そうですね、あなたのところどう？ご主人協力してくれる？あ、そういうことはね、もうね、やっぱり市民の問題ですからね。そうよ、市役所のことだけどさ、みんなが頑張って、みんなで協力しないとダメよ。はい、わかりました。私はいいなんて言ってたんじゃ。そうですね、そうよ、旅行から帰ってきて大変だろうけどさ、まあね、頑張っていきましょう。そうですね、隣近所大事ですからね。そう、大事だもの、それが私たちの役割かもしれない。あ、そうですね、みんなの街づくりってよく言ってるじゃない。そうですね、すいません、はい、この近くで郵便局ありますか？郵便局？はい、郵便局はね、あそこの角を右に曲がって、あそこの角を右に曲がる。そうです、一つ目の角をね、左に
った左側にあると思います。一つ目の角右に曲がって一つ目の角を左に行った、うん、左に行ったすぐのところ。あ、すぐですか。すぐのところ。すぐの左側。左側に多分見えると思います。あ、見えますか、うん、あ、そうですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。とんでもないです。この辺ちょっと、これは初対面の人に一応聞いているケースですが、教授、ここで有効な怒らせ方というのはあるのでしょうか。ここでぜひ使ってほしいのは裏切りですね。裏切り、はい、あの人は無意識のうちにですね、はい、あの答えをですね自分の中で求めてるっていう時があるんですよ、はい、それを全く違うことを言ってですね、怒らせるというやり方ですね。裏の行動というか、はい、そうです。裏を書くということですかね、はい、ね、それを、裏切りと、呼んでいます。なるほど。それではその裏切りを使ってもう一度 VTR を見てみましょう。あのすいません、はい、この辺りで郵便局ありますか。郵便局、郵便局はね、そこの角を右に曲がって突き当たり、いや郵便局そこの、いやいや、あなた、あなたが聞いたか、いや郵便局に何、黙って、あなたが聞いたから、じゃあもういいんですね。黙って、何、黙って、じゃあもう行きます。黙って、ちょっと急いで、黙って、じゃあ行きますよ。黙って、もういいんですね。黙って、じゃあ行きますよ。黙って、はい、今見ていただいた VTR では怒らせ方の一つ裏切りが使われていましたね、はい、ご覧いただいた通りにですね、自分から道を尋ねたにもかかわらず相手が答えてくれようとした時に、うん、黙ってと言って、言葉を遮っていますよね、はい、これは非常に失礼ですよね、そしてこれは、誰にでも使っていただける、簡単な怒らせ方なので、ぜひ、そうですね、年配の方やお年寄りの方にでもね使っていただければと思いますので、学んでいただきたいと思います、はい、それではもう一度裏切りを見てみましょう。すみません、はい、この辺りに郵便局はありますか。郵便局はですね、まっすぐ、黙って、郵便、黙って、二つ目の、黙って、あなた郵便局、郵便局へ行きたいんでしょう、あなたは。二つ目の、黙って、いやだから人をバカにし、人をバカにしてんだ。いやそうじゃなくて、あなたがふざけてる場合じゃない。あなたが、私はふざけるのもいい、時間は私ない、行きますよ、もういいんですね、行かなくて。あなたは、私行きますよ、もう行きますよ、もう。それでは怒らせ方上級編に進みたいと思います。このレッスンからは実際に碑文谷教授のレクチャーを直接に受けながら学んでいきたいと思います。